昼から電話かけたのに何を言ってんですかって言われるんですよ。そしたらね、分けてあげてもいいって言うんですよ。え、なんでそんな話が急に出たんですかって言ったら、いや、その上司にね、オルトホンっていう会社からこういう線が欲しいっていうのその要望があったと。だけど断ったっていうのを日報で出したらしいんですよ。そしたら上司の方がオルトホンって言ったら、ひょっとしたらあのオルトホンかなと思ったらしくて、オルトホンっていう会社はこういう会社がちょっと調べろって言われて、それで調べたのね。で、その上司の人がやっぱり思った通り、カートリッジのその世界一の会社だっていうことに当時なってましたんで、それでその上司の方が非常にオルトホンのファンだったっていうことなんですね。それで繋がったんですよ。